シッと踏みました。はいはい、踏みました。いい感じですね。いいね、ポンちゃん、そこふわふわでね。洪水警報が出ました。この防災用のなんか喋るやつ、音質悪くてええって思っていますが、大事な時は教えてくれます。ということで、ジャン君は逃げました。逃げました。おじさんの声。洪水警報です。洪水警報ですっていう。声に驚いて隠れました。 めっちゃキョロキョロして隠れました、はい、そんな中またいただき物届きました。あすごい、これのど飴。おでっこいのど飴。あこれね超超お買い得。これね高級なやつ、ちょっと高級なやつ、これよりちょっと高級なやつ。すいません、ありがとうございます。しかもいっぱい入ってる。いや、すごい。もう毎日、毎日舐め放題。すごいね。ぷちゃん、ぷちゃん見る？来ました。ぷちゃん見る？いいな、ぽんちゃん。ぽんちゃんチェック。なんか、物を開けてる開封音がすると来ちゃいます。ムーミンだ。ムーミンの、これはあれかな？ティッシュだね。ポケットティッシュ？うん、しっとり柔らかって書いてある。うん、ローションティッシュって書いてある。ウェットティッシュではありません。保湿成分が入ってるやつだって、はい、すごい。あ、ムーミンがいっぱいです。なんか触り心地が柔らかい。これもプレミアムローションティッシュ。なんか
高価なティッシュがいっぱい届いちゃいました。あ、これもだね。これもかわいいムーミンのすごいかわいい 箱のティッシュ。かわいいです。めっちゃ渋い、かわいい絵本の。ああ、こっちか。大人っぽい絵のやつだね。そう、本物の原作のイラストです。そして横にはミーもいるよ。これは袋、猫の。あ、これはね、あの水のところに水切りの生ゴミとかを。そう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 、うん、それの四角い、ね、そうそうそう。これね、今うちも今、うん、ちょうど使ってます。猫のではないけどね。猫のだよ。あれ、あ、そう、これと同じやつが。そうそう、うん、あら、やった、増えた、うん、これね、便利なの。紙だから、あの水切りの時に便利なの。え、いい、すごい、うち使ってるの、はい、バレたかな。そしてこちらも、あ、ムーミン、なんかムーミンがいっぱい、ムーミンだらけでございます。あ、柄違いなの。すごい柄違いなんだ。めっちゃ可愛いです。はい、ワンちゃん。そしてムーミンだよ。最後、大きなものが入ってるよ。あ、おせんべい。ゆかり、ゆかりかな。ゆかりって書いてある。またあの、エビの。そうそうそう、はいはいはい、おいしいやつ、おいしかったやつね。高級なやつ。なんかということで、どうもありがとうございます。すごい、いつも。そしてポンちゃんが、あ、クンクンしてる。ポンちゃんが来れるように並べておきましょう。ポンちゃん、ほらほら。でも何かよくわかんないけどさ、ポンちゃんたちってさ、自分のじゃないなって思うとさ、そこまでグイグイ来ないんだよね。不思議だよね。あ、でもちょっと来た。これ可愛いね。これ開けられないね。あ、ポンちゃん。あ、ポンちゃん。どしっと踏みました。はいはい、踏みました。いい感じですね。いいね、ポンちゃん、そこふわふわでね。ポンちゃん。ちゃんと出演してくれてありがたいね。うん、さっきの、はい、あの警報にはビビらないし ね、 そうだね。ポンちゃんはちっともビビらないね。ポンちゃんがありがとうって。押しております。どうもありがとうございます。いっぱいムーミン。え、ジャン君、ジャン君、今日は台風が通り過ぎた。ずっと台風が来てる間寝てたね。今何にも音がしなくなったから、みんな起き出してきています。ポンちゃんは